皆さんこんにちは、ゆきです。今日は私が得意だった英語学習のお話をまたしようかなと思うんですけど、テーマはこちらです。海外に行ったことがない私がどうやって帰国子女の子と同じぐらい英語を喋れるようになったのか、こういう話をしてみたいなと思います。中学校と高校は応援っていうところに通ってて、まあ結構しっかり教育されてるお家とか、ご両親が世界で働いてる方も多くって、帰国子女の子はちょっといたんですよね。48人クラスで各クラスに1人か2人ぐらいはいたようなイメージがありました。私はもともとすごい海外とか英語とかに憧れがあって、そういう帰国子女の子ってすごい羨ましくてかっこよく見えたんですよね。私も絶対将来英語ペラペラになって海外旅行とか海外での留学とか生活とか楽しみたいなっていうのがあったので、すごく意識してその子たちに追いつこうって頑張ってました。何を頑張ったかっていうと、やっぱり圧倒的に私がやってたのが英語の発音を聞きまくる、喋りまくる、真似しまくるっていうこの3つなんですよ。私は英語の発音が綺麗なのがすごいかっこいいなって思ってたから頑張ったんですけど、実力階級塾で英語の先生やってた時に生徒さんたちを見て、あんまりその英語の発音を重視してる子がいなかったかなって思ってます。ただ正直私から見て発音が得意な子ってほぼ確実に英語の成績良かったんですね。受験では発音なんて出ないじゃんっていう人も多いんですけど、やっぱり発音を鍛えてるっていうことはイコール英語をすごいいっぱい聞いてるっていうことだし、いっぱい喋る練習をしているっていうことだし、の英語学習へのやる気とか思いとかが強い子がやっぱり発音練習もたくさんしてるのかなと思うので、直接的ではないんですけど、英語の成績上げたかったら発音を上手になるっていうのはすごい大切なことなのかなって思ってます。とにかく真似しまくるっていうことに関しては、まあ、周りに私みたいに帰国子女の子がいれば、その子の発音をいっぱいいっぱい聞いて自分なりに真似をしてみるのも大切だし、あとは多分どんな塾どんな学校の教材でもリスニング教材というか CD 音声付きの教材ってあると思うので、そういうものをもうとことん聞き込んで、ただ英語の構文とか内容とかを理解するだけじゃなくって、音声としての発音を真似する、この練習ね、すごいした方がいいと思います。やっぱり聞くだけだと全く意味はなくって、聞いては喋り聞いては喋り、単語ごとにフレーズごとに、あとは文ごとにいっぱいいっぱい真似をする、これすごい大切かなって思ってます。ここで大切なお話一つだけしていきますね。よく生徒さんとかとお話をしていると、多くの子が苦手分野にリスニングを上げるんですよ。でもいろんな先生が声を揃えて言う内容として、一つ喋れないものは聞き取れませんっていうのがあるんですね。私もこれ本当にそうだなって思ってて、同じ発音で同じ速さで同じイントネーションでしっかり自分で発音できない文っていうのが、たとえそれを読んで理解できたとしても耳で聞き取ることできないんですよ。リスニングって本当に苦手っていう子が多いんですけど、大体みんなにね、これ発音してみてって言うと同じように発音できないんですよね。なのでリスニングが苦手っていう方は、まず絶対発音練習をするように心がけてみてください。今になって英語の発音をいっぱいトレーニングしておいてよかったなって思うタイミングすごく多くって、やっぱり海外に行った時に自分の言葉がすごい通じるのって、多分発音がちょっと上手だからだと思うし、普通に現地の方にもジャパンから来たのに訛りがないねって、アクセントが弱いねって言われたりもします。これはちょっと自己満足にもなるんですけど、日本人のみんなと何かのタイミングで英語で会話しなきゃいけないということが起こるタイミングがあると思うんですよ。海外の方が来てるとか、国際学会に行くとか、そういう時に英語はスラスラ喋れるとやっぱりおーってかっこよく見えますよね。なのでそういう受験を超えた未来のことまで考えて、英語の発音の勉強ぜひ頑張ってもらえるといいなと思います。英語ができる子でも発音上手くない子はたくさんいるんですよ。でも発音が上手な子ってみんな英語得意です、ほとんどの場合が。なのでぜひ皆さん頑張って勉強してみてください。応援してます。